ランドコミュニケーション中川です。寺田です。キミです。本日内容ちょっと、ご案内したいと思います。先生をご紹介させていただきます。由美先生。はーい、皆さんこんにちは。こんにちは。アトリエバンドゥー室内教室の由美です。ニューカレドニアでニューカレドニアの砂を使った砂絵の作成や砂絵教室を行っています。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は、目の前に11色のニューカレドニアの砂があるんですけれども、こちらを使って実際に皆さんに砂絵を作成していただきます。これが見本になります。まず1つ目が南十字星と北朝タブーのデザインです。この中には、ニューカレドニアの固有種がたくさん入っています。シダ植物だとか、ランの花だとか、あとはこのデザインの舞台がリビエルブルーという州立公園になっていますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。そしてもう一つのデザインがこちらです。虹とイルカっていうデザインですね。この2種類を作成していただきます。手順なんですけれどもすごくシンプルです。皆さんの前にこのような砂絵のシートがあります。デザインのこの線の部分すべてもう切り込みをつけているので、1箇所ずつ剥がしていきます。砂1種類ごと濃い色から薄い色っていう順番で乗せていきます。はい、で、使うものなんですけど、まずはこのちょっと先とがっているので気をつけてください。目打ち、こちらとピンセットを使って剥がしていきます。端の方をねこうやってクッと上げてもらうと少し剥がれるので、一番色が濃い砂を今剥がした部分に上にザーッとかけてください。もう全部砂使っても大丈夫です。こんな感じで乗せたところ手でこうなじませてください。ついたなと思ったらこの砂を白い紙の上にザーッと、はい、戻してください。そうすると砂がきれいについていると思います。はい、完全に砂を落としていただきたいので、刷毛を使ってしっかりこの下に落としましょう。で、この作業を11色繰り返していくっていう感じになります。なんか青っぽいですね、キラキラしてる。そうなんです、そのキラキラしてるんです。皆さん、どこの砂だと思いますか？見たことある？どこでしょうか？南の方。あ、正解は東海岸のライチの産地ウワイルです。はい、ここから来てる砂でした。はい、じゃあ次こちらです。はい、ちょっと青いですね。はい、青っぽい色、こちらリビエルブルーの皮の部分ですね。はい、この皮の部分取ってください。このビーチは、はい、このビーチはこれテニア島じゃない？これはね、もっと近いですね。ヌメアからもうちょっと近いところです。マジェンタ。そうです。これはマジェンタビーチです。今もあと2色ですね。どうですか、2番の砂はどこの砂か。白いから、これが迷ってます。これイルデパンか、はい、見てよ、ゆでパンかウベア。ゆでパン、ゆでパンのどこでしょう？クトビーチ。さすが、そうです、クトビーチ。すごい気持ちいいですよね。はい、じゃあ完成しました。はい、こちらの作品なんですけれども、ニューカレドニアの各地の砂を使って出来上がりました。本来皆様が旅行されて日本にその砂を持ち帰ることはできないんですけれども、作品にしていただくと日本に持ち帰っていただくことができますので、ぜひこの砂絵教室おすすめです。チャンネル登録お願いします。またねー。